アメリカ西部アリゾナ州で選出されたシネマ上院議員が9日、与党・民主党を離れ、無所属になると発表しました。シネマ氏は CNN のインタビューで、党派政治にうんざりしている人の受け皿になると述べています。民主党は先月の中間選挙で1議席を積み増し、51議席を獲得し,たためしていたため、シネマ氏が党を離れても多数派を維持します。